お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。和歌山競輪初日、12レース特選と高知競輪、こちらの方があ準決勝になってますので、10、11、12、4つのレースを展開予想していきたいと思います。まずは和歌山競輪から400メートルバンク、直線が59.9メートルと長いですよね。1着の決まりで、2軒20、まくり36、し四44と、まくり差しにね、1着が集中していると。 2着、2毛15、マクリ19、し二28、マーク38と。えまあ、しっかりと筋違いが入るというだけでね、直線の筋違い、後輩等が出やすいバンクとなっております。えそれではね、まずは12レースメンバーを見ていきましょう。1番、カサマツ。2番、つつみ。3番、つむら。4番、中井。5番、西岡。6番、西岡、拓郎。 7番松尾となっております。ラインを確認していきましょう。4、5、1。4番の中井に5番の西岡、1番の笠松が回ります。2番の堤は短期。3番7番。3番の津村に7番の松尾。6番の西岡拓郎は短期で立ち回るということでね、2分線で短期が2人ということになっております。 ライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。4番の中井、バック8回、ホーム8回、逃げの決まり手が2、まくりが3、差しが1、マークが1とえ。もうまくり、主武器のね、まあ、オールランドプレイヤーと思ってた方がいいかなと。ただしね、近畿でライン3者あって、初日特戦、準決勝の権利は取っているとなりますとね、必殺の、ね、かまし、炸裂していくんじゃないかと。 3番の津村、バック0回、ホーム1回、逃げの行き前とか0、まくりが1、差しが1、マークが2と。こちらの方はね、もう双方チェンジしておりますよね。まくり差し、自在型だと思った方がいいです。ほとんどね、えー、かましは封印してるということなんですけれど、まあこちらもね、特選ということでね、えー、十分にまあ、かましていく可能性はあります。まこの線ですから、どっちかか行かないと,と、えー。そして短期の2番、堤、えー、バック0回、ホーム0回。 逃げまマックリの決まりとはついておりません。差しが2のマークが4ということでね、ここは先定ラインに乗っていって、長い和歌山直線突っ込みたいとこですね。 6番の西岡拓郎、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが2のマークが1と。えー、こちらも筒み同様マーカーということですからね、えー、ここ直線ね、突っ込んでいきたいところですけど、ただね、6番の西岡の場合はね、一発ね、あの、まくりの方も秘めておりますので、まくりの決まり手ついてませんけれどね、4番、3番もがけあってペースがぐっと緩んでしまうとね、えー、6番の西岡の一発まくりというのがね、ひょっとしたらね、見れるかもわからない。これそうそう見れるもんじゃありませんからね。スタート 1まあ一番の笠松がいますのでね、451が前受けすると。えー、2番がこのラインについていて、3番、7番、6番ということでね、あとは枠番が悪いのでね、まずは後方からの仕掛けと。赤番で3番、7番がインを切りに行きます。まあこれ普通に考えたら中段取りですよね。6番が切り替えて、2番が切り替えて、451と。ジャンの味とともに451がしっかりと主導権。3番はね、この中段を取るという、ね、競争でいいと思うんですよ。もう 双方チェンジしておりますよね。えー、ただ、福岡、福岡ということなんで、まあ、ひょっとしたらね、かましてるかもわからない、えー。短期ではね、えー、どうしても後方に置かれてしまうという展開を考えました。えー、こうなりますとね、えー、4番の番手を回る5番の西岡、まあ、地元ということもありますしね、展開上は恵まれてくるということになります。ちょっと差し足鈍ってますけれど、まあ、そこはベテラン、えー、地元で走ってるということでね、はい、特性乗らせてもらってるということもありますから、えー、ここはしっかりとね、まあ、抜け出していきたいところ、本戦5番の西岡から狙います。 穴は3番のね、津村が逃げていたとき、7番の松尾ということでいきたいと思います。まずはね、5番の西岡から4番、1番、ラインの前後をつけて、そこにね、2番の堤がコース見つけて突っ込んでくるということで、5から4、1、2折り返し、全こちらが本線です。そして5からの抜け、6番の西岡拓郎、短期が突っ込んでくる、3番の津村のまくり追い込みということで、5から6、3折り返し、本線抑えと。 えー、そして7番から、ここはね、えー、一発、を配いと狙いということでね、まあ、3番の津村がね、逃げていた時ときと、えー、3番のその津村がね、粘りに粘る、4番の中井がまくり追い込み、えー、6番の西が2番の堤に短期勢が突っ込むということで、7から3、4、6、2、こちらの方でね、えー、和歌山初日独占狙っていきたいと思います。 さあ、それではね、え続きまして、高知競輪準決勝の方を見ていきたいと思います。まずは高知競輪、500メートルバンク。直線が52メートルとね、500メートルバンクの割には短いですね。 1>, 1着、逃げ17、まくり25、差し58と、えー。ただし、500メートルバンクだけに、ね、圧倒的差し合い有利ということで、えー、かなり、ね、逃げは不利となっていると。2着、逃げ11、まくり17、差し34、マーク38と、えー。こちらも和歌山同様ね、えー、筋違いがしっかり入る、後輩等が狙えるバンクとなっております。それでは10レースメンバーを見ていきましょう。1番、柴崎。2番、小野田。3番、松川。4番、北村。5番、大西。 6番小坂井、7番吉永となっております。ラインを確認していきましょう。6番1番。6番の小坂井に1番の柴崎。247。2番の小小田に4番の北村。7番の吉永がつけます。5番3番。5番の大西に3番の松川ということで、2対3対2。ライン3分線です。 ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。6番の小坂井、バック4回、ホーム5回、逃げ抜き前手が3マークリが1、差しが2、マークが0と。えまあ、こちらはね、まあ、オールランドプレイヤーということでいいんでしょうかね。A1 から上がってきてる選手ですね,ねえ。どこまでいけるのかというところがあります。 えー、2番のコモダ、バック5回ホーム7回、逃げの決まり手が2、マクリが2、差しかゼ0、マークが0と。こちらはマクリ先行タイプですけれども、中段とってね、一、えー、マクリというところを狙っていきたいのかだと、ライン3人の厚み活生かせるんじゃないかと思います。5番の西、バック5回ホーム3回、逃げの決まり手が2、マクリが10、差しかゼ0、マークが1と。えー、しっかりとね、えー、マクリ決まりに決まっているということがありますよね。ここもかましだったら面白いと、えー、いうことがあります。えー、さあ、ここ。 スタートはね、1番の柴崎がいますので、6番1番が前受けをすると、247が中段5番3番が、まずは後方からの仕掛け。赤番五ですよね。はい、ゆっくりと、247が中段取りに行きます。6番1番が中段にて、5番3番が後方待機。 ジャンからね、ホームにかけて、一気に5番、3番のかましが決まる。2、4、7は中段からのまくり。6番、1番は後方からのまくりということで考えました。こうなりますと、3番の松川大チャンスということでね、本戦は3番の松川から狙っていきたいと思います。そして、押さえは、この中段を取ってる2番のコモダの仕掛けに乗ってね、4番の北村が直線伸びてくるということで、4番の北村からいきます。 まずは3番の松川から5番の大西はね、ラインですのでね、つけて粘りに粘っている2番のね、小無田のまくり4番の北村がその番手から抜け出してくるということで3から5、2、4折り返し前こちらが本線。そして3からの抜け1番の柴崎バンバン車検ということで、ね、ここを狙っていってあとは4番の北村2番の小無田が頑張っていたとき2番7番ラインの前後をつけてそこに5番の大西が襲いかかってくる 一番の芝崎がコース見つけて突っ込んでくるということで、4から2、7、5、1、こちらの方で10レース。まずは狙っていきます。続きまして、高知11レース。メンバーを見ていきましょう。一番、柳爪。二番田尾、タオ。三番、サイサコ。四番、筒井。五番宮、宮越。六番、大型。七番、表原となっております。ラインを確認していきましょう。三番,番、二番,番,番,番。三番のサイサコに二番のタオ。六番、一番。 6番の大型に1番の矢名詰め7番4番。7番の表原に4番の筒井ということで。あとは短期の5番の宮越。3対3対3対1。3分線プラス1になっております。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。3番の最左後、バック1回、ホーム2回。 逃げの決まり手が0、マクリが8、差しが4、マークが0と、えー、マクリ差しの選手ですね。えー、しかし勝率28%ということになっておりますので、おそらくここ、えー、マクリの本命がつくと思われます。6番の尾形、バック10回、ホーム9回、逃げの決まり手が2、マクリが4、差しが0、マークが0と。えー、こちらはマクリ先行の、ね、選手ですけれど、A2 班から、ね、上がってきているという117期23歳ということなのでね、えー、しっかりと花を切っていってくれるんじゃないかと期待しております。 7番の表原。バック1回、ホーム2回。逃げ、りの決まりとはついておりません。差しが4のマークが2ということでね。えー、こちらはまあマーカーですから、えー、この場合ですとね、どこのラインが逃げたとしてもね、3番手取れますので、3番手取ってからの3番まくり追い込みは脅威と、えー。そして7番の表原っていうのはね、ここ先行しませんから、えー、そうなると3番か6番でね、先行争いしていってくれたとき、ま、くりの決まりとはついておりませんけれど、 ピッチ緩めばね、一発まくり、秘めておりますので、えー、ここはね、えー、7番の表腹のね、一発まくりというところもね、まあ、ここ注意していかないといけないと。えー、スタートは、スタート形成入るんじゃないのかなということで、えー、得点上位3番のね、最作が受けて立つということで、えー、3番、2番がスタートを取ります。 1>, 1番の穴詰めがいますので、6番、1番が中段、7番、4番は後方、5番はね、まずはこの後ろからレースを組み立てていくと、赤番号ですよね、7番、4番がゆっくりとね、上昇していく中段取り、ここにね、5番もしっかり乗っていて、6番、1番がいて、3番、2番と。まあ、この体制になりますとね、6番の尾形もやることは一つということで、ホーム一期の先生と、7番、4番がしっかり中段、5番がいて、3番、2番が、さあ、ここからまくりが届くのかというところで、まあ、狙っていきたいと思います。 えー、ただこう各ラインね、えー、どこも5部だと思いますまあ自力でね力一枚抜けてるのは3番の最左というのは分かってるんですけれどまくりの本命っていうのはねちょっとやばいんですよねうんここ、えー、3番がまくっていくところで7番の表腹に合わされて先まくりでねまくり不発なんていうこともね十分考えられますし。 一番の嫌な詰めがね、意外と三番のね、最下をコーンと振ってしまったところ、七番ね、ここ三番っていれば打ち飽きますのでね、そこからね。 えー、潜り込んでいくということも、まあ、十分考えられますので、ここは乱戦ということなんでね、えー、各ラインからね、えー、ちょろちょろと狙っていきたいと思います。えー、まずは本戦になるのは一番の柳爪と、展開上一番有利になりますので、えー、6六番の大型が粘りに粘る、七番の表腹がまくり追い込み、三番のね、最底のまくり追い込みということで、一から六七三折り返し前こちらが本戦です。そして一からの抜け、四番の筒井、五番の宮越、えー、こちらの方を狙っていって、あとは七番の表腹 解消時打ちつくか、外踏むか、これはね、レースの展開次第と。えまずはラインマークなので、4番の筒井をつけて、そこにね、まくり追い込んでくる3番の最速、力の両立、7から4、3とえ。そして3番から、もうこれはね、玉返しということになりますけれど、2番のタオとの折り返し、ここがね、一番人気になるのかなと。あとはね、4番の筒井。 3からでもね、4絡んでくれれば後輩道ではないかということでね、ここで高知11レース、激戦のレースはね、なんとか後輩道で、ね、拾っていきたいなと思います。最終12レースメンバーを見ていきましょう。1番犬伏、2番藤田、3番福島、4番本砂、5番安倍、6番妖怪チア、7番松尾となっております。ラインを確認していきましょう。1番3番、 1>, 1番の犬伏に3番の福島。4、2、6。4番の本砂に2番の藤田。6番の妖怪一夜が回ります。7番5番。7番の松尾に5番の安倍ということで、2対3対2。ライン三分線です。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。1番の犬伏、バック12回、ホーム9回。2件の決まり高級、9、まくりが7、差しが0、マークが0と。まくり先行タイプですね。まだ S2 なんで、えー、特選乗らせてもらってないということがあります。 まあね、今、競争得点109点ありますのでね、来季は S1 ですからね、まあ特選周りになっていくだろうということでね、1番の犬串、どこまで成長していってくれるのか楽しみ。まくりのスピードは非凡なものがあります。4番の元砂、バック2回ホーム4回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが4のマークが0と、さあここ自在に動いていくのかと。えー、そろそろちょっとね、えー、自力で動くのはしんどいのかなという感じが出てきましたね。 7番の松尾、バック0回、ホーム1回と、逃げの決前手が0、まっくりが3、差しが2、マークが1と、こちらもまっくり、差しタイプということので、ね、ちょっとね、えー、今回の高知競輪、和歌山にしてもそうですけど、自力型が少ないのかなということでね。 一番の犬伏、圧倒的なまくり先行タイプ。それにね、対抗する四番、七番、少しね、比力かなというところがあります。えー、さあ、スタートはもう一番、三番、前受けする。二番の藤田が言いますので、四、二、六が中断。七番、五番は後方からの仕掛けと。 赤番号、7番5番が一旦入れ替えに行きます。中段取り、426がいて 1, 3、13、えと、ー。ここで426がもう一回ね、エインを切るかどうかということで、まあ最終的に落ち着いたところをね、1番3番がね、1期のロングスパート。えー、7番5番、426、どちらかが中段取っているということでね、まあこっちどっちが中段取ってても関係ないんじゃないかなと、犬虫がかましいってしまったら、まあ7番が中段にいても、4番が中段にいてもね、どん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 車間が空いていってしまってね、まあ1番と3番の一気打ち。 というようなね、えー、状態になるんじゃないかということで、まあこの12レースはね、まあおもしろみも何もないかなというところがありますけれど、えー、ただね、えー、本命党の方はここね、レース、まあ勝負できる、ね、レースになってるのかなということで、まあ1番3番折り返し前ですよね。あとは万が一、1番の犬伏、3番の福島、それぞれがね、3着になってくれたとき、2番にどこかのラインが突っ込んできてくれたときはね、えー、ここ穴になるんじゃないかということがありますけれど、1331折り返し前、こちらが8割勝負ですね。13全1 2割ぐらいのね、配分ということになっていると。まあちょっとね、コーチの競輪ね、ちょっと今回はまあ自力型が少ないのかなというところがありますのでね、ここをしっかりとね、まあ本戦サイドでもね、狙って取りやすい競輪の場合だったらね、まあしっかりと取っていくということで、決勝戦までね、えー、つないでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。